はい、皆さんこんこ今,きき今日はですね何が材料であったかというとアメリカの方でですね 4MC の前月の議事録が出てきましたでこの内容を見てみるとちょっとマーケットをここ最近思っていた方向感とは若干違うのかなというふうに思いますまあどう違うかっていうと後ほど詳しく見ていきたいと思うんですが、まあ、簡単に言うとですね思っていたよりももっと利上げの可能性っていうのがですね今高まってきているんじゃないかというような見方が 強まってきているとでそれによってやっぱりですね短期的な金利ももちろんそうなんですけれども長期的な10年債の金利というところがさらに上昇してきておりましてそれがですねまあ、特にテック銘柄に対して大きなインパクトがここ最近また出てきているんじゃないかと思いますでまあそういった長期金利の影響に関してはここ最近ですねこのチャンネルでもよく取り上げているポイントだと思うんですがやっぱりですねその利下げのタイミングが 今後かなりずれ込む可能性があるるとというよううよなな予想にこうなってくると思うんですよねで、まあ、それに従って特にテック銘柄に関しては売却が進む可能性が、まあ、一旦ちょっと利食いという観点であるんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱりある程度ここ最近の上昇で今年ですね利益出てる人たちも結構多いと思うんですよ。でそういう意味だとやっぱりこういった大きな上昇相場っていうのはなかなかないので。 これに乗れたということで、まあ、今年もういいかなっていう人も若干ちょっといたりは実際問題するんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱり金利がまだまだ下がってこないというふうになればここ最近ずっと株式マーケットが上げてきたシナリオとはだいぶ違うと思うんですよね。なのでまあそういった観点でいうと株を持っているこれまで持っていた株を引き続き保有する理由というのがあまりなくなってくるんじゃないかなと思うので継続的なこの下落というのが。 まあしばらくあいかなと思いますで金利に関してもどん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 上がっていくかっていうようなイメージよりも、えー、なかなか下がらないというような感じのマーケット環境になると思うのでいつ下がるんだろういつ下がるんだろうっていう感じでまあなかなかその金利が上がっていけば株式も結構売ったりとかもしやすいんですけども、まあ、金利が下がらない中、えー、ある程度高く維持されている中で。 どん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 株式マーケットが下がっていくとかっていうふうになったりするとまあその実は早めに金利下がってくるんじゃないかっていうような期待も持っている人もですねなかなかちょっとポジションを売れないような感じになったりするのでちょっとあまり今、まあ、そういった感じではそういった観点ではあまりいいようなマーケット環境というかそんな分かりやすい相場ではなかなかないのかなというふうに僕は感じていますなのでまあちょっと前から言っている通りまあいちょっとポジションを外したりとかっていうのも え、今いいんじゃないかなと思いますし。しまあ、これは全部ってけじゃないですよ。あの一部え、ポジションを外してもいいんじゃないかなと思いますし。しまあ、やっぱりそういったここ最近のま大きな上昇っていうのをしっかりと確保するというような動きもま1つ大事なんではないかなという風うに思うので、まあ、そのあたりを一つ皆さんちょっと考えていただければなと思っています。まあ、あとはずっともう長期でビットコインとかあの s&p とかまあそういった占いで持っているアセットみたいなのも持っていらっしゃる方いると思うんですがまあ、そういった方はまあ無理にして。 ポジションンを崩すというよりも、まあ、継続してこれまでのルーティーンみたいな例えばその積み立てっていうのをずっとやっている方もいる,いると思うんですが、まあ、こういったタイミングで無理に、えーまあ、ストラテジーを変えてしまったりすると、まあ、やっぱり結構うまくいかなかったりする時もあると思うので継続的なそういった投資をされている方っていうのは、まあ、それはそれで維持でも僕は悪くはないのかなと思いますがやっぱり短期売買とか。 そういったことをですね中心に日々されている方っていうのは、まあ、今ちょっと気をつけるタイミングなんではないかなというふうに僕は思っていますで今日はですね先ほど申し上げた FOMC での議事録というところのポイントを振り返ったりとか、まあ、あとはですね、まあ、いろんな方がこういったそういったポ,っポイントに対してコメントをしていたりもするのでそのあたりのご紹介っていうのもできればなというふうに思っています、まあ、あとはアメリカの方でちょっと今ですね、えー、経済状況がよくないというか ちょっと危ないんじゃないかってまあいろんな本当にま意見が出ているんですけれどもまあ、そういったちょっとですね面白いものがまとまっているグラフチャートみたいなものもいっぱいまとめているようなサイトがあるのでそのあたりちょっとご紹介をしていきたいかなと思っておりますはいでまあ今日またドラインが146円とかまあ言ってますけれども引き続き皆さんにもご紹介をしている通り仮想通貨も株式も 為替もそしてコモディティもまた最近動いていましてそれら全部に投資できるプラットフォームといえば FXGT になってますねはいで概要欄の方にありますが、えー、登録していただいて KYC をすると1万5千分の取引ボーナスというのが、まあ、入金しなくてももらえたりとかですねまあ今非常にいい入金キャンペーンもよくやってますのでぜひですね使ったことないよという方は使い方動画もですね概要欄の方にありますのでぜひチェックしていただければと思いますし、まあ、やっぱり一つの 講座でいろんなところに対してて投資をでできるプラットフォームってまあそうなないんですよねなので一、まあ、つは絶対持っておきたいものだからなと思いますし、まあ、やっぱり為替がこれだけ動いているので、まあ、そういった為替に対して投資をできたりとか、まあ、それで使わなくなったら別の株式だったりとかあの仮想通貨っていうふうに移れるようなものを一つ持っていると、まあ、かなり便利なんじゃないかなと思っております。 はい、ということで皆さん指数の方を見ていきましょう。ダウがですねマイナスの0.52パーセント、S&P がマイナスの0.76パーセント、ナスダックがマイナスの1.15パーセント、ラスティン2000がマイナスの1.28パーセントとなっております。十年債の金利今日はですね5ベース上昇して4.269というところまで上がっています。で、ドル円に関しましては146.34ということで。 もう本当にここ最近、上昇が止まらなくなってきてますけれども、まだやっぱり介入が入るようなレベル感ではないと思いますので、150円を目指していくというところが、一つ、今、マーケットが見ているポイントなんじゃないかなと思ってます。で、コモディティという観点でいうと、き今日大きく下落していますが、79.26というところで、今日は終えていますま。ここ最近、ちょっと2%とか3%超えるような動きをですね。 原油に関してはしていますが引き続き非常にボラティティが高い環境というのがついているというような状況ですね。はい、で今日ですね皆さんとまず一緒に見ておきたいのがこちらナスダックのチャートなんですけれども1万5000ドルというところをついに割り込んで、まあ、直近の安値1万4500ドル近辺ですねこの辺りをまたトライしに行くんではないかなというふうに僕は思ってます。はい、でやははりでですすねののの上昇じゃなくて下落といいうう大きいんですけれどもこのように S&P なんかに関してはすごくきれいにあの下落がまあ起こっていてかつこちらダウンに関してもここ最近のですねまああの上昇のまあ底堅い動きみたいなところをまあ今下抜けしているような感じにもなっていますのでまあそれぞれ株式マーケットの指数に関してはすごくまああの恐怖から来る売りみたいなのが出やすいようなチャートになっているんじゃないかなというふうに思っています。 はい、でまあそんな中ですねさっき申し上げた10年債の金利に関してはすごくなんかすごくここ最近の高値っていうところを堅調に抜けてきてまた昨年の10月11月につけたところも抜けてきそうなんですよね。でこの辺り一旦抜けてくるとさらにどこまで行くんだっていうことで投げ売りも入りやすいかなと思うので金利に関してはこの辺りちょっと危ないようなポイントなんじゃないかなと思ってますし、まあ、ここ最近いろんなですね経済学者の方々が いろいろと発表して、まあ、あの論文書いたりとか、まあ、記事出したりとかしてるわけなんですが、えー、もう軒並みですねあの今の水準よりも大きく10年債の金利とか上がるんじゃないかっていうようなことを言い出していたりもするので、まあ、そういったまあ意見がですね、まあ、やっぱり大きく出てくると少し怖いかなというような印象はあるかなと思います。あとは2年債の金利っていうところも、えー、現在5%でトライをしにいってるような状況でもあって直近高値ここを更新する可能性もあるので。 そういう意味ではやっぱり少しマーケットが不安定になりやすいようなちょうど今タイミングだと思いますしえまあここで無理やりリスクを取るっていうのもいいと思うんですがまあやっぱりですねえもし今年儲かってるんであればある程度ちょっとポジションを一旦軽くするっていうのも本当にえありなんじゃないかなというふうに思いますしまあ,あとは少なくとも今のこの金利が上がっていきそうなタイミングで株もどんどん上がっていくっていうのは正直ないと思うんですね。なのでまあ上がるっていうことはないけど 横横みたいな感じとかまあ下がっていくっていう感じだと思いますのである程度金利にめどがつくまではポジションを軽くするっていうような感じのストラテジーでも僕はいいんではないかなというふうに思います。はい、あとはさっき皆さんに申し上げたドル円ですねこちらに関してはチャートでじわ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 上がっているというような感じで、まあ、上がっていくスピードが速いっていうような感じは正直しないんですが、まあ、この辺り着実に金利と,とともにドル円が上がっていると。 でえー、これがですね、まあ、ちょっと今のところは、えー、終わるメどがどれ、まあ、ンが上値をつけるメどっていうような感じでは正直今のところはまだ全然ないのでしばらくの間は、えー、引き継ぎ下がったら買う下がったら買うみたいな感じの、ね、オペレーションをしている人が今は非常に多いんではないかなというふうに思うので、まあ、と,りとにかくどこまでアップサイドいくかっていうのを、まあ、今試しているような状況なんではないかなというふうに思っています。はい で一応です、ね、われ我々が注目しておくべき、まあ、のチャートみたいなところはこんなところだと思うんですがやっぱり非常に今日気になるニュースとしてはこちらのです、ね、f e d の FOMC での議事録というところになっているんですが簡単に言うとです、ねまあ、さっきもちょっとお話ししたんですけれども金利、まだまだ上がっていくかもしれませんというのが今回の議事録の一番の注目ポイントでした。 でこれまではです、ね、金利もうピークアウトしたんじゃないかというような意見がマーケットでは聞こえてきてましたよね。でそれと真反対正反対の金利もうちょっと上がっていくかもねみたいな感じの話の内容だったということもあるのでやっぱりですねマーケットとしては少しサプライズの内容だったんではないかなというふうには思います。まあ、100%めちゃくちゃ驚いたというよりもあそういうまだ感じなんだみたいな感じで若干ちょっと、えー、なんとなく。 予期していたまではいかないんですけれどももうある程度ピークアウトもしくはもう一回ぐらいの利上げで終わるっていうような予定だったのがまあちょっとその先もあるもしくはやっぱり金利下がらないと、まあ、そこもですね結構大きいような一、まあ、つのポイントなんじゃないかなと思うんですねでもう一個一応そこの中で我々として気にしておきたいのが雇用がですねすごく顕著ですと、まあ、つまりアメリカの経済がそんなに悪くないっていうことですよね。でそうなっっててくるとますますす年差の金利って 下がりづらくくってくると思いますし、まあ、ある程度、えー、その高い状況というのが長く続く可能性があるとでそうなってくると、まあ、やっぱり来年のタイミングで利下げがですね起こるかもしれないというふうに思っていた時期というのがずれ込んだりとか、まあ、最悪来年もないというような話に今後なってくる可能性があるので、まあ、そういった、まあ、あの方向間の議論が進んでいくタイミングで、まあ、ポジションをです、ね、無理にホールドするっていう必要は 正直短期でやっているのであればないんではないかなというふうに僕は思っています。はい。で、一応ですね、これ以外に今週どんな重要な経済指標があるかというと、まあ、一応木曜日にですね、イニシャルジョブレスクレーム、まあ、これは初めて失業保険をです、ね、もらう人たちの申請件数ですね、まあ、新規失業保険申請件数とかというふうに言ったりするんですが、まあ、その数値、プラスフィラデルフィアレンギンのですね、 えー、マニュファクチャリングインデックスとかという,ふうにありますけれども、まあ景気観数みたいな、えー、まあ似たような指数のところがまあ出てくるような状況と、まああとはこれで、えー、まあ今後、えー、インフレ期待とかというところも含めてまあいろいろと話が出てくるんじゃないかなというふうに思っています。確かまあそういったのもあ賃金かな、そういったのも出てくると思うので、えー、まああのそこまでインパクトはもしかするとないかもしれませんが、まああの今週というところで残り はですねまあ、この指標だけなので、えー、しっかりと見ておきたいなというふうには思っています。はい、でまあこれらを踏まえた上で、えー、CME まあ CME というのは一応まあシカゴマーカンダイレクシェンジで、まあ、今どれぐらいの金利が FOMC のタイミングで織り込まれているかということなんですけれども11月のタイミングではですね40%を超えるような値上げ織り込み状況に今なっています。でまあ昨日からと比べるとそんなに変わってはないんですけれども、まあ、やっぱり ちょっと利上げもう一回あるかもなっていうのをマーケットが気にし始めているというのは、まあ、こういった数字からも見えると思いますし、まあ、やっぱりですね株式マーケットっていうのは、まあ、ちょっとそっち側のリスクをです、ね、今強く織り込みにいってると思うんですよね。なのでもう少しあの下落続いてもおかしくないなというふうに僕は思うのとあとはですね一応来週にジャクソンホールというようなあの場所でですね、えー まあいろろんなところから連議論が行われてパウエル議長が、ねまあ、最終的に発表というか、まあ、自分たちでの議論の内容とかっていうのを公開するわけなんですけれどもそこでですね実際にまあいろんな経済指標なりここ先に出たものを含めてどういうような議論になるかっていうのはすごく楽しみですし、まあ、それによってはマーケット動く可能性はあるんですが、まあ、やっぱりまずはですね えー、次,次のまあ9月20日までの、えー、間にですね、まあ、いろんな経済指標が出てくることによって、えー、11月への見通しっていうのもすごく変わってくると思うので、まあ、あまりあのそんなにめちゃくちゃサプライズなことっていうのは正直出ないと思うんですが、まあ、このあたりに関しては非常に注目が来週ですね、まあ、集まると思いますのでしっかりとチェックしていきたいかなと思ってます。はい、でもう一個ですね面白いいなと思っててててるののがアメリカの住宅金利に関しししは引き続き続上昇しておりまして 今現在7.16%となっていますで金利のですね上昇がどん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 まあ止まっていないというのは、まあ、すごくマーケットにとってはというかあのまあインフレを抑え込むという意味ではまあいいのかもしれないんですけれどもやっぱり景気の後退に対してインパクトがあるようなものになってしまう可能性があるので、まあ、少し不安だなというのは正直あるかなと思います。でそんな中ですねちょっと面白いあの数値があるので見ていただきたいんですけれども。 こちらにハイライトしたところに何が書いてあるかというと新規で,です、ね、建てた住宅のセールスというのがすごく今戻ってきていると。でこれはなぜかというと新規で,です、ね、家を建てる件数というのがここ最近増えてきたりとか申請件数も増えているんですね。なので 非常に供給が少ないこの住宅市場に対して新規で供給が今起こっているというのはすごくいいことなんじゃないかなと思います。でやっぱりその一方で中古の方の住宅に関しては全然売り物が出てこないということでこの辺りに関してはですね、まあ、おそらくそんなに早く状況っていうのは変わんないのかなと思いますね。なぜかというとやっぱり今7%を超えるような金利をマーケットでは要求される中でほとんどの方はですね 6%よりも低い金利でえね。まあ,あの固定とかで買っている人も多いと思うんですけれどもそういったことのような今状況なのでこのタイミングでもし自分が住んでいる家を売却するとものすごく賃料も高かったりとかもう一軒買おうとすると今6%で借りているのに7%以上の金利を払わなければいけなかったりとか結構何かとやっぱり損することが 非常に多いという状況なので、まあ、今家を持っている人たちはまあ税が非でも自分たちが住んでいるんであればまあ売りたくないというような状況になっているらしいので、まあ、住宅マーケット引き続き火を組む可能性っていうのがあると思うので、まあ、その辺りのニュースですね、えー、皆さんとまあ今後チェックしてフォローしていきたいかなと思っています、はいまあ、あとはサマーズさん、まあ、この方皆さんも既にご存知だと思うんですけれども、えー、この方がですねア、まあ、メーカーの10年債の利回りは今後上昇して今後10年で4.75%に えーまあ、なるでしょううというかその辺りで、えーまあ、落ち着くでしょうと言ってるんですけれども、まあ、こういったことをです、ね、元財務長官の様田さんが言ってるというのは非常に面白いなと思うんですしでその理由なんですけれどもアメリカの財政赤字の拡大っていうのが、まあ、今後ですね時間とともに広まっていってそれがですねアメリカの投資家っていうのは懸念をするんじゃないかというふうに言ってます。でこれはですねやっぱり 元財務長官だった方っていうのが言ってるっていうのも非常に面白いなと思いますしやっぱりこのアメリカの財務問題っていうのはかなりいろんなところで議論になっていると思いますしわざわざアメリカの今後じゃあ国債をもっと増やして買っていきたいかっていうと、まあ、正直あんまそうではないかなっていう国が結構多いと思うんですよ。なのでこのでこりに関しては 今後、財政赤字がかなりまだまだ進んでいくようであればさらなる格下げというのもですねアメリカの国債の格下げではありえるんじゃないかなと思いますしそういったことが起こるに従ってアメリカの財そういった債務をです、ね、購入するということに対して、まあ、いろんなところから反対意見も出てくると思うのでこのあたりは本当にアメリカが将来近い将来ですね向き合っていかなければいけない問題になっていくんではないかなというふうに思っております。 はいで、まあ、最後になんですがこれ結構面白いのでぜひ見ていただきたいんですが、まあ、今、ですねアメリカの消費者の行動だったりとかがすごく今注目をされていて、まあ、アメリカは大丈夫かなというようなポイントのまあ続きのチャートなんですけれどもまず今これ見ていただいているチャート何かというとアメリカのですね、えっと、クレジットカードの使用量みたいなものがもう今爆発的に上昇しているんですね。でこの 約20年弱ぐらいでピークを今つけているような状況になっているのでまあマーケットこれ本当大丈夫かというところがまずは心配のスタートになっているんですけれどもまあ一応ですね各年収別に分かれてはいるんですが年収別の人たちのこれはですね何を表しているかというといわゆる貯金ですね貯金預金が今どん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 まああの全体的に減っていってますというのが こののチャートで分かるといいううよななものになっていて次こちら何かっていうと今ですねえとまあコンシューマーバランスムービングフロムカレントトゥ30デイズプラスデリクエンシーっていう書いてあるんですがまあどれぐらいの今割合のコンシューマーまあ消費者の人たちがまあ支払いがですね遅延してしまっているかというものになっていて遅延しているものの多い領域っていうのは オートまあ、これ自動車ですねでもう1個はクレジットカードさっきクレジットカードのボリュームっていうのがぐわーって伸びてましたけれども、まあ、そのクレジットカードもなかなか30日以上の支払いの遅れっていうのが出ていますよとでモーゲッジも今出てきているということで、まあ、やっぱり今後このモーゲッジだったりとかクレジットカードのマーケットですごくですね、まあ、いろんなあの悪い決算とかっていうのも出てきやすくなると思うので、まあ、かなり注意をしておいた方がいいかなと思います。で そんな中ですねあのこれまでとやっぱり違う点じゃあ何かっていうとこんなあの今その支払いの遅延とかが起こっている中でまだですね、えーまあ、その例えば個人のビジネスの中で、えーまあ、債務不履行になってしまったりとか、まあ、ビジネス固まなきゃいけなくなったりとかそういった人たちっていうのは、まあ、そんな急増してるわけでは正直まだないんですよ。なので、まあ、全体として見ると、えーまあ、ちょっとずつほころびが出てきてはいるので。 ものすごく今後そういったところが急拡大していきそうかっていうとまだそこ,でもそこまでもないというような状況に今時点のデータだとなっていると。でもう一個ですねもう面白いなと思ったのはアメリカのスチューデントローン学生ローンですねのバランスっていうのが今どん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 減っていると、まあ、これは記録的なスピードで今減少しているんですけれども、まあ、やっぱりここ最近ですね、まあ、そういったいろんなものに対して支払えなくなってきているということもあって。 まあやっぱり支払えるものから先に支払おうというようなあのメンタリティが働いていたりもしているようでえ特にですねまあこの学生ローンに関しては今バイデン大統領がえまああの政策としてこれまでやっていたまあ学生ローンを返さなくていいですよみたいなものが10月から返さなきゃいけなくなるのでまあそういったところに対してえ利子がかさむ前にですねまあこのあたりはしっかりと返しておこうという動きが今出ているそうです。 はい、でそれ以外ですねもう一個面白いなと思ったのがアメリカのですねマンスリー・ US ホーム・オーナー・プリンシパル・ンド・インタレス・ペイメント・オン・アウント・スタンディング・モーゲッジこれ何かっていうとあのアメリカの住宅のローンに対して毎月毎月支払わなければいけなくなっている金額の総和ですね、まあ、これは例えばその利子とちゃんと借金を返すための元本への支払いなんですけれども、まあ、利子が上がっているということもあって どん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 今ですねその返さなきゃいけない金額っていうのも上がっているので、まあ、すごくホームオーナー、まあ、これはさっきの住宅の飼い主ですねからするとすごく負担に今なってきているというのはこれを見ても分かると思います。でそんな中ですねなんじゃこりゃって感じなんですけど州によってどれぐらい今支払いの遅れが出ているかっていうのをであの表した仕方なんですけれども、まあ、一番上がですねテキサスとメジャーな州でテキサスが今すごく 急激に上がってきてきでこれなぜこれが注目されているかっていうとですねテキサスっていうのは、えー、非常にあのこういった遅延とかっていうのがこれまで歴史上、まあ、そんな起こってなかったんですねこれチャート見ていただけば分かりますとおりあの赤のところが、えー、テキサスなんですけどもこのリーマンショック近辺の時もそんなに上がんなかったんですよこのチャートっていうのが。なので、まあ、非常にまあ安定した、えー、土地柄だったんですけれども。 まあ今回ほかのところと比べると上昇のタイミングも早かったりとかするのでまあ少しあのあのテキサスが大丈夫なのかみたいな感じにまあ今なっているというようなまあ記事が出てましたね。なのでまあところどころアメリカの方で不安な要素っていうのが出てきていてまあそれがまあこういった普段であればまあ結構強固な財務基盤を持っているっていったらちょっと語弊があるかもしれませんがまあこういったですね あまりそのこれまで他の州と比べて比較的安定的だったテキサスというところでそういった支払いの遅延が出てきているというのはちょっと何かあるよねというような話が今出てきているというような感じですね。はい、で、えー、ちょっとここ最近の動きを見ている限りまたコモディティの価格上がるんじゃないかというふうに言われていたりとかあとは中国の方で不動産マーケットがですね思っていたよりも長期で悪化するんじゃないかとか。 このようにアメリカの今コンシューマーの人たちの支払い能力というのが低下してきていたりと不安な要素というのはすごく出てきているので今後ですねそういったところが実際に株価にどう反映されていくかというところをまあ予想しながらあとはどの分野の株に対して影響があるかというところもあると思うんですがそういったところも気にしながらですね資産運用していくと。 えーまあ、いろんなところではほころびが見えている中で、まあ、アンテナを立てておくというところが分かるんじゃないかなと思います。まあ、個人の消費だったりとか、まあ、住宅関連、まあ、この辺りが一番と、まあ、あとは経済省で言えば、えー、さっき言ったところの関連プラス雇用統計とかですね、まあ、そういったところが非常に重要になってくるのかなと思いますので、えー、ぜひです、ねまあ、皆さんと一緒にこのチャンネルでチェックしてい,い,していければと思っております。 はいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら。